皆さんこんにちは、かよです。皆さん7万人のおめでとうの ご報告、7万人おめでとう、ありがとうございます。そして、この度事務所に所属しましたっていうね、インスタグラムの報告の投稿にも、たくさんのコメントやいいね、本当に皆さんありがとうございます。これからもね、今まで通りマイペースにより、いろんなことに挑戦して楽しく続けていきたいなと思っているので、よかったら見に来てくれたらすごく嬉しいです。今日はね、これから大好きなカメラマンさんと一緒に撮影しようっていうことで外で撮影をする予定なので、そのメイクを撮ってみました。結構ね、撮影のメイクって私の中ではその時にお気に入りだったりとか崩れにくいなって思ってるものを愛用して使うことが多いので、結構ね一押しが詰まってるかなって思うのと、今回はトーンのねベースたちがすごく、私もう何回も使ってるんですけど、めっちゃ良くてお気に入りで崩れにくいし綺麗なので、外でね今日は数時間熱々の中撮影するんですけど、崩れ具合もどうかなっていうのを少しレビューも兼ねて今日はやっていきたいと思います。最後までぜひ見ていってください。どうぞ。で、結構ね最近お気に入りのアイテムもたくさんあるので、それを使いながらメイクしていきます。なんかねレビューもちゃんとしたいんだけど、今日はそんなに時間ないから、下地がねこちらトーンのベースルミネスセンスメイクアップベース SPF22 で PA が2プラス。あ、そうだね、今日日焼け止めしっかり塗らなきゃいけないわ。日焼け止めはアリを使います。顔体用のやつもうほぼない。今年は割としっかり塗れてる方ですね。今日も天気良くて撮影日和なんですけど、本当に暑い日なので日焼け止めは超必須です。もう体塗ったんですけど、顔は丁寧に、前髪あるけど一応前髪の中にも、まず下地こちらのねさっきのトーンを使っていきます。こんな感じのちょっと薄ピンクな下地になってて、 SPF が22で PA が2プラスになってます。これがねもう何回も使ってるんですけど、めちゃくちゃいいです。なんかみんなに紹介するとき、こう箱にね入れてあるやつ、この箱も可愛いからいちいち使ったらこう箱に入れてるんですけど、もうね3回ぐらい使って、めっちゃいいです。ファンデーションもいいし、この下地もすごく良くて、なんか軽すぎず重すぎずなテクスチャーで密着力高い感じがいいなって思います。なんか重たい感じもしないんですよね。塗りたてももちろん綺麗なんですけど、塗って時間が経ってもなんか変によれたり汚くならなくて、それがすごく気に入りました。エトボスのラベンダーベージュも好きなんですけど、ラベンダーベージュよりもよりなんか伸びが良くて軽い感じです。ラベンダーベージュはちょっとだけあれですよね、重みもあるというか、こっちはギュンって感じで、ちょっとなんかツヤも出る、張りも出るっていう感じですごくいいです。はい、ただちょっとねもう今日ね前髪をスプレーで固めちゃってるので、ピンしちゃうと後になっちゃうので、ちょっと気になる方もいるかもしれないんですけど、すいません、ピンなしでお送りしたいと思います。でファンデーションもこちら同じタイミングで発売されるトーンのデューイリキッドファンデーション01番、 SPF50+ PA3+ です。すごい SPF50+ なんだ、今気づいた。めっちゃ SPF 値高くないですか。これが結構ねめっちゃカバー力もあって良きでした。最近はブラシでのせちゃうことが多いですね。手汚れるからさ、ベースからブラシでのせればいいんだけどね。今日はねなんか前々から飲み友達というか、もともとインスタで私がすごくカメラマンさんの作風が好きでフォローして、そしたらフォロー返してくれたんだっけかな、それでつながって、なんかありがとうございますフォローしていただいてみたいなやり取りがあって、なんか今度撮影しましょうってなって、でもそこから普通になんかご飯に行ったりカフェに行って打ち合わせして、その後意気投合して飲みに行って、でなんか飲み友みたいになって、なんかちょいちょいご飯行ったり飲みに行ったりする仲になりなんか出会いはSNS だったんですけど、ほんとお友達みたいな感じになって、でも撮影は一回もまだ一緒にしたことがなかったんですけど、タイミングよく撮
撮影することができそう。なんか2人ともさ、結構なんていうの、性格が似てておっとりしてるというか、良くも悪くもマイペースな感じで、なのでなかなかスケジュール立てたりするの苦手なんですけど、そうだからなんか、あ、じゃあまた今度にするみたいな感じで撮影が一回も行われてなかったので初撮影です。念願ですよ私は。だってもともとさ、写真の感じが好きだからやり取りが始まったわけですから、念願の撮影となっております。そしたらナーズ使って目の下と鼻の横とちょっと赤みがあるところをポイントで、大きいニキビはないんですけど、ちっちゃいのだけねカバーしていきます。そう、そういえば7万人にならせていただきました。ありがとうございます。たくさんのコメントを。でしかもタイミングよくね、ちょっとずっと発表したいなと思っていた事務所に所属した件もね発表させていただきまして、本当にねたくさんの方からのなんかおめでとうっていうお声をね、応援してるよっていう声とかをいただいて嬉しかったです。本当にありがとうございます。そうだからますますね、まあ、そんなにますますって言っても変わらないんですけど、挑戦していきたいなっていう感じで思ってます。で今回ちょっとイベントも匂わせてるんですけど、イベントもねなんか事務所は絡んでなくて、結構ね自由にやらせてもらえるところなんですよ。で本当ちょうどやる気がいろいろ満ち溢れてて頑張りたいと思ってるタイミングでお誘いいただいたのもあって、で何回も話して一緒にやっていけるかなっていうところで一緒にやりましょうってなったので、本当になんだろう、こうタイミングだなって思いますよね人生。なんか今までも何回も事務所にお誘いいただいたこととか、他の事務所さんでもいろいろあったんですけど、やっぱりこうなかなかさ、一緒に誰かとやるって難しいことだし、特に私はゼロから誰かとやるっていうよりかはもうある程度形が出来上がってる状態での、ね、所属ってなると、いろいろさ不安な点もね、一人でやってきたことを誰かと一緒にやるって大丈夫かなとか思うわけですよ。したらこのシンピルテのフェザータッチングクラリティパウダー使います。これめっちゃいいです。そう、まあ、そんな感じですごく悩んだんですけど、所属することになって、まだねなんていうんですかね、本当にでも大して所属したからといって何が変わるかって言ったら、編集も自分で今まで通り全部やるし、企画を、まあ、もちろん相談はできますけど、考えていただくっていうわけでもないし、なんかメールのやり取りをやっていただいたりとか、結構こう雑務っていうか、なんていうか、そういうところを一緒にやってくれたりとか、まあでも頼めばね、一緒に撮影同行とかもしてくれるし、相談いろいろ乗ってくれるので、どっちがいいですかねサムネとかなんかそういうなんか何でも相談できるチームができるっていうことで、ますますねなんかこうみんなが見たい動画とかを作りやすくなるんじゃないかなっていうふうには思います。でも本当になんかそんなに変わらないので安心してください。結構さ、今良くない事務所って言ったらあれかもしれないけど、こう悪質なところとかもあるらしくて、だから本当友達とかもね、本当にその事務所大丈夫とか言っていろいろ心配してくれたんですけど、全然大丈夫です。そしたらこちらシュウエムラのブローシェーダーフォームウォームを使います。これすごくね使ってみたら良かったので気に入って最近使ってます。ブラシが短いから持ちづらいけど、すごい描きやすいんですよね。このペンシルが線が細くてめっちゃ描きやすいです。イベントをするっていうのも相まって、結構ねイベントで使う告知の写真とかも欲しいし、なんかみんなにやっぱりさ、もっとこう、わ、今回のメイクもかよさん印象違うとか、そういう風にこう言ってもらえるのが嬉しいので、定期的に作品撮りというか撮影はしたいなと思ってて、カメラマンさんとかもね、もし見られてる方でカメラやられてる方とか一緒に作品撮りしてくれる方はよかったらご連絡お待ちしております眉毛描いて、そのままここでシェーディングも入れます。グラデーションになってるからシェーディングも一緒にできてすごい便利ですね。今日はこの後ナーズのイベントもあるので、ちょっとキリッとめに
おしゃれな顔にしていきたいと思うんですけど、今日はちょっとナチュラルめなねニュアンスを出したいのよ。トーンのフロートアイシャドウの24番使います。じゃん、かわいいの。これこんな感じのこれ使います。ちょっとヌード系の色ですね。これを使います。何パターンかメイクちょっと変えて撮ったりすると思うので、初めは淡めに行こうかなという気持ち。まず薄い方で全体的にふわっとのせました。トーンかわいい。トーンのアイシャドウ大好きです。私なんか緑いっぱい持ってるんですけど、オレンジ新色かな、イベントでいただいて。こんな感じ、明るい色でも結構発色しっかりしますね。かわいい色、いい感じ。そしたら、こっちの濃い方の色を取って、二重幅に入れます。良い感じ、こんな感じ。したら、最近ハマってるこのアイノキっていう、これもオーガニック系のブランドなんですけど、こっちの黄色をめっちゃキラキラなので上に乗せます。結構さ、スナイデルもそうだけど、オーガニック系のブランドってさ、キラキラが意外と最近すごい綺麗、しかも植物由来な感じで目にも優しいので、結構ラメってさ、ゴロゴロしてたりとか重そうな印象だけど、すごいやっぱり軽い感じがします。目の下にもちょっとだけ、目元こんな感じ。そしたら、今日洋服もゴールド系なので、ゴールドトーンで合わせようかな。なんかちょっと赤みも欲しかったんですけど、まあいいか。リップはね、でもヒンスの新作を使いたいので、ピンク色を使おうと思います。じゃん、こんな感じのヒンスの中に入ってるんですけど、 W の011番のピンクを塗ってみようと思います。パッケージがね、わかるかな、ちょっと薄ピンクなパッケージになってて、今までは白だったと思うんですけど、今回はね薄ピンクです。シェーディングはこのディオールを使います。くるくるくるっと結ぼうかなって思ってんだけど、どう思いますか。ちょっとだけ眉毛をシエムラで赤みを足します。そしたらアイライナーは軽くで、ディオールを内側にちょっとだけ足してボリュームアップさせて、あ、チーク塗ろう。チークまずこちらのマージ使います。この色すごいね、柔らかくて上品でベージュメイクにぴったりなので大好き。でももうちょっと足したいので、このセザンヌのナチュラルチーク N、 これ可愛い色なんだよね。ちょっとブラウン味も感じる。ちょっとだけ取ってふわっとグラデチークにします。うん、めっちゃ可愛い。ちょっとセザンヌのチークを今目の際に足してます。やっぱちょっと濃くしちゃうよね。なんか淡すぎても、こんな感じでチークもアイシャドウもちょっと合わせました。この色すごい可愛いからアイメイクにも使えます。いいんじゃないかしら。ちょっと一旦これで完成にしたいと思います。今日はバンビシリーズ入れたいと思います。はい、こんな感じで完成です。今日はトーンのこの新しいファンデーションと下地とアイシャドウをメインにナチュラル系でメイクしてみました。今から外出て、本当今1時半とかなんですけど、ここから数時間は撮影するので、外とかであっちあっちの中どんな感じの崩れ具合か最後見よっかな。アップはね、こんな感じ、すごい綺麗です。サラサラだし、アイメイクも可愛いでしょ。リップはヒンスです。はい、では撮影に行ってきたいと思います。はい、ということで今回はこんな感じで撮影前の GRWM を撮ってみました。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッター、TikTok やレッドもやってるんで、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、行ってきます。
とイベントを終えた後にちょっと編集して帰りたいなと思って、カフェ的なところで編集してから帰ったんです。今の時間が23時22分、ということで相当時間が経ちました。撮影してからどうですか？なんかね、しっとりはしてるんですけど、でもそんなにそこまでベタベタとかではなくて、でめっちゃいいよね。鼻の横とかも全然白くなったりとか浮いたりしてなくて、で毛穴落ちとかも全くしてないし、なんかだからといってファンデーションが肌の上からなくなっちゃってるなみたいな、なんかもうどっか行っちゃってるわみたいな感じも全くなくて、ちょっとおでことか鼻の上とかはしっとり結構してて、多分テカってると思うんですけど、だからすごい。トーンの、ファンデーションはかなりすごいということが分かりました。ちょっといろいろごちゃごちゃしてるんですけど、今日撮影でね、いっぱい上に置いちゃったりしてるから、今日はお部屋でね撮影したんです。じゃーん。まあ Vlog じゃなくてリアル WM 兼プチ Vlog ぐらいなファンデーション継承的な感じで今日は撮ろうと思うので、まあそんな長々とやらないんですけど、まあ、これから夕飯を食べて、ゆっくりして明日も頑張りたいと思います。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございます。ゆっくり食べます。じゃあねー。